ネル TikTok のお時間始まるよ。ティアラチャンネル、今から楽曲を選びます。選ぶぞ。これする？これ何する？怖くない？これ怖いよ、怖いよ。そうやね、待って、ここにする。じゃあこれにする。これ撮るね。よし、どうやって撮る？最初は。あ、じゃあどうする？じゃあ、あと隣の人の本名をこっちする。怖い。あ、ガチガチ。後で。え、最初の怖い部分は？なんかストーブする。暗い画面にして、ね、誰かがこう来るような感じする。あー、こうじゃあ来る人、怖い人、来る人、怖くするなる人、そうする。じゃあやる。じゃあ、まいかちゃんの怖い人。まいかちゃん、まいかちゃん怖い人。じゃあ怖い人やります。はい、撮影タイムスタート。まいかさん、まいかさん、まいかさん、なんか社長みたいクッキューみたいな顔してから、それでクックックで歩いていって、それでプレゼントやりますみたいな。それで、うん、せーの、 OK で、はい、お願いします。はい、はい、マイカちゃん押して。え、ちょっとアリスの茶顔も一緒に。あ、じゃあ、お、いいね。の、トゥルトゥルって入っていいよ。はい。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ見てみます。見てみますよ。おお。ということで1本目完成したので、皆さんぜひ見てみてください。次の撮っていきます。次の歌。次は22で。アリサとリナちゃん、マイカちゃんとユナちゃんで撮っていきます。次はユナマイカコンビで撮っていきます。ポーズどうする？今クリスマスやけん、クリスマスっぽいポーズ。クリスマスっぽいポーズ。もう、もう、あ、こうする。もう、完成です。それでは今からアリサとリナちゃんコンビでしていきたいと思います。イエイ。オッケー、オッケー、オッケー、のすけ。ということで完成しました。イエーイ。結果は皆さん見てください。はい、いかが
だったでしょうか。 TikTok のアプリをあまり知らない子もいると思うので今から説明します。 TikTok とはアリサたちもよく使っているアプリで、いろんな世代の人が楽しむことができるアプリとなっています。アリサの経験今から話してもいい？いいよいいよ。仲良く、この子仲良くなりたいなっていう子に一緒に TikTok 撮ろうって言って仲良くなった経験があるんだけど、みんなある？ある。あるある。やけでラインよね、話す、うん、でも TikTok だったらね、やりやすいし、いや、うん、撮ろうって言ってからいいよ、自然にね、自然に仲良くなれるよね。そうして東京タワーさなぎ新宿にて TikTok クリスマストラックが設置してあるよ。期間限定で TikTok と人気スイーツがコラボ。ぜひみんなも行ってみてね。ハッシュタグおいしいクリスマスで TikTok も一緒に撮ってみてね。商品を買って商品と一緒に TikTok 撮影&ハッシュタグおいしいクリスマスをつけて投稿すると何かいいことがあるかも。詳しくは現場に行ってチェックしてみてねー。